はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのハッピーハロウィンガチャを引いていきたいと思います。で、バナーキャラは、今出ている4キャラですね。マジカルーちゃんとハイズカとミサちゃんとキノコというところで、で、まあ、ガチャの内容は初回10連から、SR が1枚確定という形になっています。で、2回目は、PR 以上が1枚確定で、出現率が2倍で、3回目になりますとバナーキャラから SR 以上1枚確定というところ で、俺はこの4キャラのうちミサちゃんしか持ってないんで、まあ、どの3キャラが出ても一応使えるっちゃ使えるキャラではあるので、まあ、持っておきたいかなと思ってます。まあ、ミサちゃんが出てもね、上限解放できるので、まあバナーのところまでは引いていきたいと思います。一応狙いとしてはね、キノコくんが欲しいですね。やっぱり変化球キャラで、金徳をくれるっていうのがね、やっぱり不足してるんで、で、キノコくん自体は金徳不確定ではあるんですけれども、結構成功率は高めみたいではあるので、まあいいかなというのと、まあ、金徳もね、ハイスピンジャイロとミスターゼロから、選べるような形になっているので、まあ、かなり使いやすいキャラなんじゃないかなと思ってます。俺キノコくんはね使ったことないんですよね。よくよく考えれば借りたこともないんで、まあ、ぜひ1枚欲しい、キャラになってます、俺の中では。で、あとはですね、チケットの方が結構溜まってきたので、久々にチケット消化もやっていきますか。SR ガチャチケット3枚、補助券が35枚あるんで、7回分引けますね。で、PSR も溜まってるんで引いて、選択権はちょっと取っておいて、この前のスペシャルチケットですね、これも引きましょう。で、選択権関係はちょっと取っておきましょう。というわけで、まずは SR ガチャチケット。どうしようか、尺つなぎする1個ずつ行こう。1枚ずつもったいぶって引いていきましょう。ここら辺はちょっとね、サクッといっちゃいます。木崎か木崎か、まあいいや、しょうがない。そもそも、お、虹が出た、いいね、グググ。これキランがないんだよね、キランが、ほらほらほら絶対キランが出ないんだよ。うおーい、どんな確率よこれ、木崎の呪いだ、やばいお払いをしなくては。まあ、虹が出てないんでそのまま行きましょう。もう何なの木崎とか言って。ああ、ゲットくんですね。宝塚くんは初キャラになります。まあ、いずれね、黒金強化が来るとは思うんですけど、黒金強化でゲットくんって使うの、ちょっとよくわかんないんですけど。お、またに、っていうかさ、あれかな、とりあえず虹は出ておくみたいな。おお、灰塚出たね、ここで。まあ、一応このキャラも敏捷要因としては持っておいていいキャラだとは思います。金徳がね不確定っていうところがやっぱりね、ちょっと、おお、スミカちゃん、よし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 。最初はねちょっとかなり上ってなりましたけど、後半盛り返してきましたね。で、ここは、ああ、スバルね、普通のスバルね全然レベル上がってないんですよ実は。PR とかはね、暗黒スバルに突っ込んじゃってるんで、多分普通のスバルはね、今レベル1とかですね。今レベル1っていうか、その上限解放0っていうとこ。おー、マネちゃんだ、いいね、いいね、後半いいね、かなり調子がいいよ。さて、これもう何枚目よくわかんないけど、マキシマムか。まあ、キャラがね、いかんせん多すぎるんで、さすがにね、全部が有能キャラかって言われたら、それはさすがに引けないんで、まあ、ミキサー犬としてね、アンヌか、アンヌもね、もうプラゴなんで、まあ、今回骨がね、あるんで、骨と混ぜてミキサーをしていきましょう、たまったら。だから骨をどう使っていくかですよね、いらない SR を。友沢か、友沢ね、激闘友沢が来た時のために取っておきたいっすよね。通称、まともざわくん。ほんと誰がつけたのか知らないけど、結構ウケるネーミングだよね。で、こっちの SR スペシャルチケットを引いていきましょう。これって誰が出んだっけもう内容がわからん。内容がわからんけど、とりあえず引いていこう。野球マン3号とかもね、上がってないからね、1の瀬かよ。1の瀬はもうプラゴなんだよ、本当に。PSR ガチャも引いていきましょう。 PSR で誰出るかっていうの本当重要だよね。まあ普通のこういう球からも、まあ、一応出ますよっていう PSR は。
おお、ビビちゃんか。まあ悪くはないよね、彼女キャラなんで。バズーカーを取ろうと思ったら使いますからね。バズーカーキャラとかまだ持ってないんですよね、ビビちゃん入れて作ってないんで。それじゃあハッピーハロウィンの方に行きましょうか。これは3回引いていきます。どうしようかな、タンガチャも引いちゃう、タンガチャも引いちゃいましょう。普通だね。いいねいいね。でもミサちゃんが出たのはいいですね。で10連、ここは SR が1枚確定してますと。 SR はねさっき大量に引いたんで、なんかもうここまで来るとワクワク感があんまりないという。うん、安定の1枚ですね、安定の1枚。清本かキノコくんの R。 いやキノコくん欲しいね。まあ灰塚はね、お PR か、いいねいいね、さっき出たからね。デカンダーのおやつと、これはもう確実にミキサーできるね今回。まあミキサーはちょっといろいろ整理しなきゃいけないんで次に取っておきましょう。20連目に行きます。ここは SR は確定ではないんで、ただ出現率が2倍、こういう時に出てくれるとかなり嬉しいよね。うん、1枚入ってますね。マジカルーちゃん、マジカルーちゃんもね SR 持ってないんで。水鳥かで、 PR のキノコと、ほい、あそうかそうか、ガンダーのおやつ金。せっかくだからガンダーのおやつ金使ってみる。まあとりあえず30連目に行きましょう。ここはバナーキャラですね。まあ灰塚とミサちゃんが今いるので、確率的には持ってないキャラとしては2分の1、マジカルーちゃんかキノコで、欲しいキャラとしてはキノコなんで4分の1というところですね。まあ4分の1っていうのがね、低いっちゃ低いっすよね。しかし引かなきゃ当たらない。うーん、灰塚か。ミサちゃんの R が出てますね。シブチンか、シブチンはもう完全にミキサーしていこう今回、この骨と混ぜて。でじゃあ1回だけミキサーしますか。あウィークリーガチャ、俺ウィークリーガチャ先週引いたっけ、なんか引いてない気がする。まあいいや。SR ミキサーガチャでいいのかなこれは普通に。で、あロックされてんだ、めんどくさー、マジめんどくさいシステムだな。このシステムやめてほしいんだけど本当に。イベキャラでとりあえず適当に、何順がいい、レア度順でいく、もはやわからん。スミカちゃんこれでプラ3になるのか、それはいいな。一ノ瀬はねプラ5なんでね、一ノ瀬どうする、持っとく意味があるかっていうところですよね。マネちゃんも3になるか。木崎とかね、ここにすんげえいっぱいいるからね。とりあえずロック解除しておこう。一ノ瀬もロックだけは解除しておくか。で、こいつも混ぜなきゃいけないから、まあどっちでもいいや、ロック解除しておこう。あとなんかいる？まあビビちゃんはね、そのまま使うとして。他。いらないキャラ。あ、ノゴロウくんとかまだ。重ねてなかったな前回やった。マキシマムとかもいらんからロック解除して、清本もいらんでしょ。他何が出たっけ、水鳥どうしようかな。水鳥も PR からちょっと鍛えていくか。で友沢、あプラゴになるんだ。でアンヌはもうプラゴなんでこれはロック解除しちゃおう。友沢くんはねとりあえず5にしておいて、まともざわくんが出たら友沢のプラゴをぶち込みましょう。でそうすると多分ね2か3上がるんですよね。まあそれでまともざわくんぜひゲットしたいな。でスバル、そうスバルはねプラ0なんですよ、暗黒スバルの方に突っ込んじゃってるんで。よしとりあえずこれで1回確定させて、ちょっとあの骨を使ってみますか。キャラは割といるから、まあ、単純にミキサーだけでもできるんですけど、せっかくなんで
骨を使ったミキサーをします。骨あった、ちなみに。なんか引っ張り出してこないといけないのかな。アイテムボックスを確認しましょう。ああ、引っ張り出してこなきゃダメだね。よし、OK。で、あの金の骨って、まあ、全部で何個入るかだよね。まあ骨だけでもね、一応ミキサーはできるみたいなんですけど、じゃあとりあえず今回は、骨入れるでしょ骨ってガードなんだ超謎なんだけど一応詳細見てみよう。特に何にもない。 SR ミキサーガチャ用の素材、他のイベキャラとも組み合わせて使えるぞ。ガンダーも大喜びだ。強化素材用にも使えます。ああそうなんだ。でもミキサー用に使った方がいいよね。で、まず清本、マキシマム、アンヌ、木崎、これでいこうか。じゃあミキサーしましょう。ほい。これなんかガンダ違う？そんなことないか。で今回のねハロウィン仕様になってるはずなんで、ミキサーから出るキャラクターも変わってるはずですね。おお、神宮寺か。神宮寺いくつだ。神宮寺もね能見軍団のお一人なんで、全然出番はまだまだありますね。入手順でいくか。そうするとあそうだ、ロックがかかって入手順だとわからん。神宮寺、神宮寺、神宮寺はどこだ。あ、プラさんだから、まあとりあえずくっつけておきましょう。まあそれは後でやっておくとして、まあとりあえずチケットを消費して、かつハッピーハロウィンガチャでしたというところですね。キノコくんね出なかったね。まあ灰塚が手に入ったからとりあえずは良しとしますか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。